なたはよほど度胸のない方ですね。思いもよらない言葉に刺された。目に映る何もかもが知らない世界で、僕はまた人が怖くなった。そんな僕の前に突然現れたその人は、時が止まるほどゆっくりと一枚の絵になった。モノクロの景色心はストレイシー。